今回の動画は Apple Watch を買ったら最初にやっておきたいことのまとめです。2年前にも同じようなテーマの動画を上げていましたが、 OS のアップデートで設定方法が変わったところも多いので、今回改訂版として新たに整理しています。新しくアップローチを買った人はもちろん、すでに長くアップローチをお使いという方も意外と見落としているところがあるかもしれないので、ぜひより快適にアップローチが使える設定方法をチェックしてみてください。アップローチの使い方は人それぞれなので、必ずしもこの設定が絶対に正解と言えるものではないんですが、初代からアップローチを使い続けている僕がこれはやっておいた方がいいと強く思うポイントや、アップローチ専用の YouTube チャンネルを運営してきた中で質問や相談が多いポイントをまとめているので、参考になるところはあると思います。合わない部分はもちろんご自身でアレンジしていただきつつ、基本となる一般的な設定として今回の動画見ていただければと思います。それでは早速設定していきましょう。まずはアップローチを使う上で一番大事なこと、通知の整理です。初期設定のままだと iPhone に届く通知が全て Apple Watch 側に転送されてしまう形になるので、正直かなり多くの通知が届いてしまってちょっとうざいんですよね。 Apple Watch の最大のメリットはこの通知にあると僕は思っていて、 iPhone に届く通知をいつでも手元で受け取ることができる、通知を見落とすことなくリアルタイムで受け取ることができる、これが Apple Watch を使う上で重要なメリットではあるんですが、何でもかんでも通知が届いてしまうと、この気づきやすさゆえに逆に集中力を奪われてしまうんです。なので通知に関しては本当に必要なものだけに絞って受け取れるようにするのが大切です。ちなみに Apple Watch に転送される通知は iPhone の通知の要約機能を使っていないもの、即時通知されるものに限るので、すでに iPhone 側で要約していて即時通知をかなり減らしているっていう場合は、 Apple Watch の通知の整理はそこまで細かく行う必要はありません。そんな通知の整理の方法ですが、いくつかやり方がありまして、一つは iPhone のウォッチアプリから設定する方法、 MyWatch の通知を選んで、ここから下、ここに Apple Watch に通知ができるアプリがずらっと並んでいるので、これをどんどんオフにしていきましょう。 Apple Watch にインストールされているアプリはもちろん、インストールされていないアプリも iPhone 側の通知が転送されてくるので、 iPhone アプリの通知もオンオフ設定をしていきましょう。ここかなり厳しめに、原則的にはオフにするっていうくらいの感覚で設定していくのがおすすめです。本当に大事なリアルタイムで受け取らないといけない通知だけを絞り込んでオンにしていくっていうイメージですね。後で iPhone を見た時に確認できればいいようなアプリはオフ、とにかくほとんどオフにしちゃいましょう。一部のアプリ、純正はもちろん、その他のアプリでも Apple Watch 向けのアプリが作り込まれているものは通知の詳細設定が可能です。アプリをタップしてオプションを確認しましょう。Apple Watch と iPhone の両方に表示されるアプリで同じ通知設定を使うには iPhone を反映をタップ、 Apple Watch の通知設定をカスタマイズしたい場合はカスタムをタップしてオプションを選択しましょう。オプションとして用意されているのは通知を許可、これが言うなれば普通の通知、 Apple Watch に通知が届いて後からこの通知センター、画面上から下にスワイプして表示するここですね、ここに通知が残るという設定です。通知センターに送信、これは通知が先ほどの通知センターに直接配信される設定です。この通知直後の画面、これは表示されないので、Apple Watch 側でリアルタイムに通知に気づくことはできません。リアルタイムに通知に気づく必要はないけど、iPhone を開くまで気づかないっていうのは困るようなアプリの通知、これはこの設定にしましょう。リアルタイムの通知はないですが、通知センターに未読の通知が残っている場合は、画面の上部に赤い丸、これがつくので、時計を見た時に、あ、通知が来てるなっていうのには気づけるような設定です。僕の場合は例えば即時で反応がした方がいい仕事用のスラックの通知なんかは通知オンにしていますが、即レスは求められないメールなんかは一応 Apple Watch には通知はするけど通知センターに送信している、こういう使い分けをしている感じですね。さらに完全にウォッチ側に通知が不要な場合は通知オフを選べば OK です。さらにサウンドの設定、通知をオフにすると通知音や通知の振動がなくなります。さらに通知のグループ化、通知センターでグループにまとめるかまとめないかの設定、これも個別に適用することができます。細かいカスタマイズいろいろできますが、基本的にはどんどんオフにしつつ、大事な通知ではあるけど完全に即時対応、即レスが必要ではないものに関しては通知センターに送信っていうような使い分け、まずはこれをやるのがいいと思います。通知のオフに関しては Apple Watch 本体からも変更ができます。文字盤を上から下にスワイプして通知センターを出して、ここに実際に届いた通知を見て、このアプリの通知はいらないと思ったものをオフにしていく、こういうやり方で整理していくのもいいと思います。届いた通知をスワイプしてこの3つの点のアイコン、ここから個別に設定をしていきましょう。 Apple Watch 側から行える設定としては、
アプリごとによって設定できる項目が多少違っているんですが、まずは1時間通知を停止、または今日は通知を停止というオプション。これは文字通り一定期間通知を止めて、通知内容を通知センターに直接送信させるという設定ですね。基本的には必要な通知ではあるけど、今日は通知がいらないとか、この会議中は通知をオフにしたいとか、そういう時に一時的な通知の設定変更はここで行いましょう。さらに設定できるのが要約へ追加。この設定にしておくと、Apple Watch には通知が届かず、iPhone の通知の要約、ここに入るという設定です。Apple Watch には届かなくなりますし、iPhone 側にも即時通知は届かないんですが、iPhone 側の要約内に通知が残るっていう設定ですね。また、即時通知をオフにする。これは iPhone で設定した場合の通知センターに送信と同じですね。Apple Watch には通知が届くけど、通知をリアルタイムには知らせなくなり、通知センターに直接届くようになります。プライベートのやり取り中心で必ずしもリアルタイムでの通知が必要でない LINE。これリアル知り合いから怒られそうですけど、 LINE なんかはこの設定にしています。即時通知オフにしたものを戻す場合は同様にメニューから即時通知をオンにすれば OK です。それからオフに変更。これは通知を完全にオフにする設定です。 Apple Watch に通知が届かないのももちろんですが、 iPhone の要約にも残らない通知の完全オフ設定になります。 iPhone で基本の設定を行った上で、あとはアップルウォッチを実際に使ってみて、届いた通知に対して不要なものをさらに削除することができるので、より実態に即した通知の厳選を行えると思います。各設定の違いなど、ちょっとややこしいところはありますが、とにかくできる限りアップルウォッチの通知は減らすっていうことが大事。アップルウォッチで見る必要のないものは iPhone の設定からオフ。アップルウォッチで見れた方が便利だけど、即時反応が必要でない通知は通知センター。まずはこの方針で一度整理いただくと、大事な通知はいつでも即時確実に受け取れて、そこそこ大事な通知は通知センターの赤丸に気づいたら手元でチェック、それ以外は後から iPhone で時間が空いた時に確認、こういう切り分けができるようになるので、大事な通知を見落とさないという Apple Watch の圧倒的なメリットを享受しつつ、通知が届きすぎて集中力がそがれるという最大のデメリットを回避できるので、 Apple Watch 最大限便利に使えると思います。また通知をより快適に活用するために合わせてやっておきたい設定もいくつかあるので紹介させてください。まずは通知音をオフにすること、いわゆるマナーモードですね。アップルウォッチ着信音も出せるんですが、実は常にマナーモードで使う方がおすすめなんです。アップルウォッチって手首に常に身につけている、常に肌に直接密着しているので、音での通知よりもマナーモードの振動による通知の方が通知に気づきやすいんですよね。iPhone だとカバンの中とか机の上とか棚の上とかにポンと置いてしまって、マナーモードだと通知に気づかないことあります。だから音を出すってことが大事な時もあるんですが、 Apple Watch に関して言えば音での通知の方が便利な場面っていうのが僕の経験上は正直ほとんどないんです。一方振動だと確実に気づく。目覚ましのアラームなんかであっても、手首の振動でのアラームはかなり目覚めやすいし、かつ一緒に寝ている家族など周りには気づかれないので、周りに迷惑をかけずに起きる時にも使えます。こういうふうに Apple Watch に関して言えば音よりも振動の方が便利なので、基本は常にマナーモード、消音モードで使うようにするのがいいと思います。設定方法は一番手っ取り早いのはコントロールセンターを使うこと。最新の OS で呼び出し方が変わったので、以前から Apple Watch を使っていた人は混乱することがあるかもしれませんが、サイドボタンのクリック、これでコントロールセンターを呼び出します。そこからこのベルのアイコン、このベルアイコンをタップして色がつけば消音モードオン、これで OK です。ボタンに色がついていることや、コントロールセンター上部にこのベルのアイコンがついていることで、今消音モードが設定されていることを確認することができます。これはやっておきましょう。消音モードに設定して音ではなく振動での通知を受け取る状態に設定しましたが、この時もう一つやっておきたいのが振動の強さの設定です。消音モードに設定した後、初期設定のままだと通知の振動が小さくて気づきにくいことがあるんですよね。初期設定でも問題ないという人もいると思いますが、ちょっと気づきにくいなという場合はウォッチアプリからサウンドと触覚を選んで、触覚による通知をはっきりに変更しましょう。 Apple Watch を腕につけておくと、変更したタイミングでどのくらいの強さで通知されるのかを実際に振動して教えてくれるので、どれくらい違うか確認しながら設定してみてください。たまにはっきりだと振動が強すぎて不快感がある人もいるようなので、ここは実際に設定をしてみて確認しましょう。この設定ももちろんウォッチ本体からも変更ができて、設定アプリのサウンドと触覚、ここから変更が可能です。はっきりにしておくとデフォルトに比べてかなり振動が分かりやすく、
歩いている時とかでもすぐに通知に気づけるようになります。消音モードで触覚による通知をはっきりに、これがおすすめの設定ですね。これで安心して消音モードでの運用ができるようになりますが、Apple Watch の消音モード、実は一つ罠がありまして、実は消音モードにしていても3分のタイマーをかけて3分のカウントダウンを開始します、こんな感じで Siri の声が出てしまうんです。ここが必ずしも消音モードと連動していないんですね。 Apple Watch で Siri を使うこと慣れてくると結構あると思うんですが、急に Apple Watch の Siri が声を出して焦ることがあるんです。というわけで Siri も消音モードになるように設定をしておきましょう。 iPhone のウォッチアプリから Siri を選んで、 Siri の応答、これを消音モードで制御、これに変更しておきましょう。この設定にしておけば、 Apple Watch を消音モードに設定すれば連動して Siri が喋らなくなります。消音モードをオフ、通常のモードにするとちゃんと音声フィードバックがある、この設定が使い勝手はいいですね。設定は Apple Watch の設定アプリからも行えて、 iPhone と同様 Siri の設定項目、 Siri の応答のところから変更ができます。設定のオプションはヘッドフォンのみっていう設定もできて、これは AirPods などイヤホンやヘッドホンを装着している時にだけ音声のフィードバックがあるっていう設定になります。 AirPods をつけている時は Siri からの返事が欲しいという場合はこっちにしましょう。この場合は Siri の応答を聞き逃してもいいように、 Siri キャプションを常に表示はオンにしておいた方が便利だと思います。何はともあれ Siri の応答の設定を常にオン以外にしておくっていうのが重要になります。さらに慎重にいきたい場合は、意図せず Siri が喋ってしまっても大声にならないよう、 Siri の音声ボリュームを一番下まで下げておけばもう安心です。 Siri に関してはついでにもう一点やっておきたい設定があります。Apple Watch で Siri を起動する方法が3つあって、こういう感じでそれぞれにオンオフの設定ができます。初期設定だとこの3つが全部オンなんですけど、普段使わない Siri の呼び方についてはオフにしておいた方がいいと思います。たまに意図せず Siri が起動してしまってびっくりすることあると思うんですが、ああいう Siri の暴走を防ぐのが目的ですね。僕は Hey のパターン、このパターンは原則使わないのでオフにしています。この呼びかけのパターンを使うと、たまに Apple Watch 以外の端末が反応してしまったり、日常会話の中で何か話しているときにそれに近い言葉に反応してしまうのか、勝手に起動しちゃうことがあるんですよね。たまになんですが慌ててしまうので、それを防ぐためにこれはオフにしています。地味ですがこの設定も Apple Watch をストレスなく使う上で割と重要なポイントになります。また通知に関する設定としてはもう一つ、これはやるやらないの判断が分かれるところなんですが、通知のプライバシーという設定があります。通常通知は届いたタイミングでパッと腕を持ち上げると、こんな感じですぐに通知の内容を表示してくれます。通知が届いた直後だけですが、画面やボタンを操作することなく、あ、通知が届いたと腕を持ち上げるだけで通知の内容をチェックすることができます。これがとても便利なんですが、腕を上げただけで画面に通知が出てしまうと困る場面もあると思います。大事な仕事の通知が人前で見えてしまったり、恋人や夫婦間の亀裂につながるトラブルも起きる可能性がゼロではない。これを防ぐ設定が実はあるんです。ウォッチアプリから通知を選んで、このタップして通知の詳細を表示をオンにすることで、通知のタイミングで表示されるのがアイコンだけ、腕を上げてもアイコンが表示されるだけになります。詳細を見るには画面をタップすれば OK。 チラ見されたら困るような通知が届く人はこの設定をやっておくことでプライバシーを守れるという反面、腕を上げた後のワンアクションが必要になるので少し手間は増えます。ちなみに僕は仕事からそんなに見られちゃまずい通知が来ることも少ないですし、やっぱりタップ操作が必要なのが不便なのでオフにして使っています。その他にも手首を下げている時でも通知を表示するか、ロック中にも通知の概要を表示するかといった設定も細かくできるので、プライバシーやセキュリティと便利さのどちらを優先するかに応じてこのあたりのカスタマイズをやっておくとより便利になると思います。という感じで通知を整理して重要なものだけが届くように設定した上で、消音モードのはっきり振動で通知に気づきやすくしておきましょう。大事な通知が即時確実に届く、大事な通知以外の通知で邪魔をしない、この2点を実現することが Apple Watch を便利に使う上で最重要なポイントになります。これができないと Apple Watch の満足度大きく下がってしまうとも言い切ってしまいます。通知を制するものが Apple Watch を制すると言っても過言ではないくらい大切な設定なので、必ずしっかりと通知の設定やっておきましょう。通知と同じくらい必要最小限に絞り込んでおく方がいいのが、インストールするアプリの数っていうのを以前は言っていて、
不要なアプリは極力インストールしておかない方がいいという説明をしていたんですが、ここは現在の最新 OS ではあまり強く意識しなくて良くなったように思います。最新 OS の WatchOS10 になって、ここは少し変わった部分ですね。以前はホーム画面のグリッド表示があまり使い勝手が良くなく、リスト表示の方でアプリを使うことを推奨していたので、アプリの数が多いと不便だったんですが、 WatchOS10 ではグリッド表示のホーム画面がとても使いやすくなったので、アプリはある程度雑多にインストールしておいても良くなったように思います。アプリの並び替えでよく使うアプリをグリッドの上の方に置いておくことができるし、デジタルクラウンのダブルクリックでアプリの履歴を呼び出せるので、よく使うアプリ、よく使ったアプリ、どちらも非常にアクセスしやすくなりました。ここがとても便利になったので、インストールするアプリの数を極端に絞り込む必要もなくなったかなと思います。このホーム画面、アプリをある程度雑多にインストールしておいて困らない状態にするためには、このホーム画面のレイアウト変更っていうのは結構重要です。 iPhone のウォッチアプリからアプリ表示を選んで配置を選択、ここで移動したいアプリを長押ししてドラッグすればアプリの並び替えができます。グリッドのアプリ表示はデジタルクラウンを押すと一番上が表示されて、さらにデジタルクラウンを回すと下にスクロールされていきます。なのでよく使うアプリが上の方にあるとサクッと起動ができて便利です。利用頻度が高いアプリはデジタルクラウンのダブルクリックで起動する履歴から見ることもできますが、とはいえこの最初の画面にある程度よく使うアプリを固めておくと使いやすいと思います。よく使うアプリでも、例えばタイマーなんか僕もよく使うんですけど、 Siri からタイマーをセットすることが多いので、必ずしも画面の一番上になくてもいいとか、まあ、そういう判断もできると思います。ここは最初から完璧を目指すというより、使っていく中で育てていくという感覚で、アプリを起動するのに毎回ホーム画面をスクロールして面倒だなと思ったら、そのアプリを上の方に持ってくるという感じで整理していくといいと思います。こうやって整理をしておけば、ある程度アプリの数が増えても困ることはないんですが、とはいえ次から次に不要なウォッチアプリがインストールされるのは避けたいところ。というわけで、アプリの自動インストール設定をオフにしておきましょう。 iPhone のウォッチアプリから App Store を選択して、自動ダウンロードをオフにします。これがオンのままだと、 iPhone で新しくアプリをインストールしたときに、そのアプリが Apple Watch に対応していたら、自動的に Apple Watch にもアプリがインストールされてしまいます。必ずしも Apple Watch に必要なアプリというわけでもないと思うので、自動ダウンロードはオフがおすすめです。 Apple Watch にもインストールしておきたいなと思った場合は、 Watch アプリで下の方にスクロールしていくと利用可能なアプリが出てくるので、ここからインストールしていきましょう。これで必要以上に Apple Watch 側にアプリを増やすことなく運用することができます。ちなみに Apple Watch にアプリをインストールする方法はいくつか注意点があるので、これはせっかくなので覚えておきましょう。iPhone にもインストール済みのアプリの Apple Watch 版をインストールする場合は、先ほどお伝えしたように iPhone の Watch アプリから利用可能なアプリの下に並んでいるアプリの一覧からこのインストールをクリックすれば OK です。少し同期に時間がかかることもありますが、少しだけ待てば Apple Watch にアプリがインストールされます。1点注意しないといけないのが、 Apple の純正アプリを削除してしまった場合の再インストールや、 Apple Watch 専用アプリ、つまり iPhone アプリがないアプリの再インストールの場合ですね。これらのアプリを一度 Apple Watch から削除してしまうと、再インストールする方法がちょっとだけ面倒です。基本的には Apple Watch 版の App Store からアプリを検索してインストールする必要があります。シリーズ7以降の機種ならキーボードも使えて再インストールもしやすいんですが、音声入力が必要な SE などでは少し手間取る部分がありますね。こちらは補足の記事で再インストール方法を説明しているので、お困りの場合は参考にしてみてください。アプリに関して Apple Watch を買ったらやることという意味では、 Apple Watch を買ったらインストールしておきたいアプリをいくつか紹介しておきましょう。定番のアプリ、睡眠ログを記録するオートスリープ、それから歩くだけで仮想通貨を稼げるアプリスウェットコイン、タイムライン形式のカレンダーを文字盤にいい感じに表示してくれるアプリカレンダータイムライン、 Amazon 製のオーディオブックアプリオーディブル、音楽アプリの Spotify、 このあたりが僕が実際によく使っているアプリなんですが、詳しい使い方を紹介した動画もあるので、こちらの動画も参考にインストールしてみてください。またちゃんと動画にはできてないんですけど、個人的にはタスク管理アプリの TickTick は Apple Watch でもよく使うアプリですね。 Apple Watch のアプリは Apple 純正のアプリがメインという方も多く、サードパーティーのアプリは少し元気がない市場なんですが、今紹介したアプリは Apple Watch Life を盛り上げてくれるアプリです。少なくとも僕はかなりヘビーユーザーですね。サードパーティーアプリに興味がある方は、この X のアカウントで最新のウォッチアプリをほぼ毎日更新しているので、ぜひフォローしておいてください。
使いやすくカスタマイズするという観点ではコントロールセンターの並び替えも有効ですね。サイドボタンクリックで呼び出すコントロールセンターですが、こちらもよく使うものを上に置いておくようにしておくと使いやすいですし、使わないものは削除しておいてもいいと思います。ホーム画面、アプリ表示の画面ほどアイテムの数が多くないので、そこまで大きな不満にはつながりにくいですが、よく変更するものはこの最初の6つに含めておくと操作が楽なのは間違いないです。並び替えはコントロールセンターの一番下にある編集ボタンから、ドラッグすると並び替えができるし、マイナスのアイコンを押すと非表示にすることができます。間違えて非表示にしたものは下に並ぶので、やっぱり追加したいってなったらプラスのアイコンを押すと表示に追加できます。通知やアプリほどこう増えていくわけではないので、不要なものを削除まではしなくてもいいかもですが、並び順はカスタマイズしておくと使い勝手がかなり良くなります。僕が個人的によく使うのは iPhone を呼び出すこのボタン、それからバッテリー残量をすぐ見えるようにバッテリーも上に置いてます。消音モード、お休みモード、シアターモードなども使う機会がそこそこあるので、これも上に置いてますね。買ったばかりの人はどのボタンをどのくらい使うかイメージしにくいと思いますが、僕のこの並び順も参考にしていただきつつ、これも実際に使っていく中でコントロールセンターでは下の方にあるけどよく使うものが出てくれば並び替えて上に持ってくる、こういう感じで設定していくのがいいと思います。続いてはこれは真っ先に設定している人も多いと思いますが、 Apple Pay、 これも通知と並んで Apple Watch の便利さを決める超重要機能なので、まだ設定していないという人は試してほしい機能ですね。 iPhone でも使える Apple Pay ですが、Apple Watch で使う方がより便利だと思うんです。支払い時に iPhone を取り出すことなくピッと手首で決済、エクスプレスカードに設定しておけば何も操作することもなく、この時計の画面のままピッとタッチするだけで電車に乗ったり支払いもできるようになります。エクスプレスカードは最初はスイカだけでしたが、今ではパスモやイコカも対応しています。スイカでも支払い手段としては全国で使えて、改札の乗り入れもほとんどの場所でスイカが使えますが、定期券を使っている場合やクレカとの連携でポイントを貯めやすいなどの地域性もあるので、スイカ、パスモ、イコカ、最適なカードを Apple Pay に登録してエクスプレスカードにも設定しておくっていうのがおすすめです。ID やクイックペイを使う場合も iPhone だと Face ID がうまく認識せずにもたつくこともありますが、 Apple Watch だとサイドボタンをダブルクリックすれば支払いができるので、例えばマスクをしたままの時などでも使いやすいです。 Apple Watch での Apple Pay は本当に非常に手軽に使える決算手段なので、 Apple Watch を使っていて Apple Pay 設定していないというのは本当にもったいないと思います。 iPhone のウォッチアプリのウォレットと Apple Pay から簡単にクレジットカードを取り込んだり、Suica やPASMOを発行したりもできるので、これも Apple Watch を買ったらやっておきたいことの筆頭ですね。 Apple Pay に関しては詳しくは別の動画でも解説しているので、こちらもぜひ参考にしていただければと思います。ただエクスプレスカードを設定しておくとタッチするだけで改札を通れるので便利なんですが、慣れていないとちょっともたもたとしてしまって、朝の通勤ラッシュとかでは流れを止めて迷惑になってしまうということもあります。これは早いところ慣れてしまうっていうのが一番の解決策なんですが、それでもいくつかスムーズさをアップさせるコツがあって、一つ目は先ほど設定したエクスプレスカードを設定しておくこと、これは絶対ですね。さらにアップルウォッチ、右利きの人は左手に装着している方が多いと思いますが、改札は右側にあるので右手にアップルウォッチを装着しておく方がタッチがしやすいっていうのはあります。毎日通勤や通学で電車に乗るという人は、そもそもアップルウォッチを右手に装着しておくっていうのもおすすめです。アップルウォッチには右手装着のための設定が用意されていて、アップルウォッチを右手に装着した際にちゃんと左側、左手で操作がしやすい左側にデジタルクラウンやサイドボタンが来るよう表示を回転させてくれる機能が用意されています。ウォッチアプリから一般、ウォッチの向きを選んでアップルウォッチを装着する腕を右手に、そして左にデジタルクラウンと設定しておけば右手装着用の設定が完了です。最初は右手装着に慣れない部分もあると思いますが、これは意外と数日で慣れて違和感なく使えるようになると思います。毎日電車に乗る人はぜひこの設定もやっておきましょう。僕は今はリモートワークで電車にほとんど乗らなくなったので左手装着に戻していますが、電車通勤をしていた頃は右手装着で使っていて、改札での利用に関してはやっぱり非常に便利でした。また改札でのタッチのコツとして、 Apple Watch のスイカ、実はこの画面側をタッチしなくても真裏、手首側でタッチしても改札を通ることができます。タッチの感度がかなりいいので、改札のタッチエリアにしっかり真正面から当てる必要は実はありません。画面側を当てると画面に傷が入りそうで不安もあると思うので、しっかり当てなくても通過できるっていうのは覚えておいて損はないと思います。
ただこの手首側でのタッチができるという話、結構いろんなところで言われてはいるんですが、スイカの感度が実は改札によってかなり個体差があるので反応しないこともあったりします。あんまり過信しない方がいいんですよね。基本的には改札でのスイカの感度は高いので大丈夫なんですが、ごくごく稀に反応が弱い改札があって、緩いタッチに慣れていると思わぬタッチミスで改札に詰まってしまうことがあるので、あまり過信せずにやや画面側をなるべくスムーズにタッチできるよう、この形に慣れておくっていうのが一番の対策になります。もろもろ対策はしつつ、スムーズにタッチできるような手首の動かし方に慣れておく、アップローチのスイカやパスモやイコカを活用するには根本的な対策は慣れ、これは頑張って身につけましょう。続いてやっておいた方がいい設定が、オーディオアプリを自動起動の設定ですね。以前の動画でも紹介したし、専用のショート動画も作っているんですが、これがアップルウォッチを買ったらオフにしたい設定の代表格と言ってもいいですね。アップルウォッチジャーナルを始めて以来、どうにかなりませんかという質問が一番多い問題を解決してくれる設定だと思います。これ何の設定かというと、アップルウォッチを装着していると iPhone で音楽を再生したり動画を見たときに、いつの間にかアップルウォッチの画面が音楽アプリや再生中アプリの画面に変わっているっていう、この動き、これをオフにする設定です。アップルウォッチではオーディオ系のアプリ、アップルミュージックとかスポティファイとか、アップルウォッチ側にはアプリが用意されているアプリはもちろん、アップルウォッチ未対応のアプリであっても、再生中という汎用的なアプリが自動的に起動して iPhone での再生をコントロールするリモコンになってくれる機能があるんです。この機能自体は便利ではあるんですが、時計を見ようと思った時に音楽の画面になっているのはちょっと余計なお世話というか、邪魔になることの方が多いように感じます。もちろんこの仕様を便利と思って使っている方や、特に気にしたことがないというのであれば、そのままお使い続けていただいて OK なんですが、この画面が邪魔だな、うざいなと思っていた人は、この自動起動をオフにしちゃいましょう。変更方法は iPhone のウォッチアプリの場合は、一般の自動起動、このページにあるオーディオアプリを自動起動、これをオフにします。 Apple Watch からやる場合は、設定アプリから一般、自動起動、オーディオアプリを自動起動、これをオフです。これでオーディオを再生した時に Apple Watch の画面が勝手に切り替わることはなくなります。オーディオの操作をしたい場合、リモコンを呼び出したい場合は、音楽再生中には文字盤の上部中央にこの再生マークが常に表示されているはずなので、ここをタップするとリモコン画面、 Apple Music だったらミュージックアプリが起動するし、例えば YouTube を見ている場合などは再生中というアプリが起動します。デジタルクラウンを回して音量を変えたり、再生と一時停止や前後のトラックに移動など行うことができます。また文字盤の画面でデジタルクラウンを回したり、画面をスワイプしたりで呼び出せるスマートスタック上にも再生のコントロールビジェットが出てくるので、ここからアクセスも可能です。画面が自動的に勝手に切り替わるのは不便に感じることが多いし、リモコンとして使いたくなったら文字盤からすぐにアプリを立ち上げることもできるので、オーディオアプリを自動起動、この設定はオフで使うのがいいと思います。予期していない画面で焦るっていう意味では、なんかいつの間にか画面がでっかくなってしまう、これもたまにどうしたらいいんですかと質問をいただくことがあります。本来設定はオフのはずなんですが、何らかのタイミングでズームの設定がオンになってしまっていると画面が拡大して焦っちゃうんですよね。こうなってしまったら、まずは画面を2本指でタップ、これでズームアウトして元の画面に戻るはずです。その上で根本対策をやりましょう。ウォッチアプリからアクセシビリティを選択してズーム機能、これをオフ、これで勝手にズームが使われることはありません。この設定、ズーム機能を使わない人はオフにしておくのがおすすめですね。次に、これはちょっとだけややこしいカスタマイズになるんですが、場合によってやっておいた方がいいと思うのが、コンプリケーションを表示の設定。これは常時表示に対応している Apple Watch 限定の設定なんですが、腕を下ろしても画面が消えない常時表示の画面の時、この時に文字盤に表示されるコンプリケーション、こういうものですね。この内容を表示するかしないかという設定項目になります。例えばカレンダーアプリのコンプリケーションなどを表示していると、あまり他の人に知られたくないプライベートな情報とか、仕事上の取引先の名前であるとか、そういった情報が表示されてしまうので、覗き見されてしまって内容を把握されるリスクがなかなか大きいんです。なので腕を下ろした際にコンプリケーションの情報を表示したくないという場合があると思うんですが、この時はウォッチアプリの設定から画面表示と明るさ、常にオン、コンプリケーションデータを表示と選んで、コンプリケーションのデータ表示をオフにしましょう。これでコンプリケーションの中身は腕を下ろすと表示されなくなります。ただこの設定なんですが、最新 OS の WatchOS 10で
セキュリティを強固にする方によりシフトしていて、データの表示をオフにすると天気予報など個人情報とは直接関係がないような情報も表示されなくなってしまいました。これはこれでちょっと不便で、こういうアプリごとに表示したいしたくないが出てくる場合は個別にカスタムしていく必要があります。先ほどオフにしたコンプリケーションデータの表示をオンにするとコンプリケーションに使えるアプリの一覧がずらっと出てくるので、今度はこの中からコンプリケーションに表示したくないアプリ、腕を下ろして画面が暗くなっているとき、常時表示のときに見せたくないアプリをポチポチと選択してオフにしていきましょう。プライバシー関連のもの、カレンダーとかタスク管理系のアプリとか、そのあたりをオフにするのがいいと思います。常時表示対応のモデルでは文字盤でデータが見えていると非常に便利な反面、周りから覗き見されて内容を把握されてしまう可能性も高いので、この設定は細かくやっておく価値はあると思います。ちょっと面倒で複雑な設定ではありますが、細かく設定しておきましょう。なおこの設定も Apple Watch 本体からもできます。設定アプリから画面表示と明るさ、常にオン、コンプリケーションデータの表示という感じで iPhone で設定するのと同じように手元でも設定を変更できます。またロック解除に関する設定もろもろ、これもやっておくと便利です。一つ目はこれも過去にショート動画も作っている設定なんですが、Apple Watch のパスコードに関する設定です。 Apple Watch 基本的にはパスコードのロックをかけて使うんですが、特に 41mm の小さい方の Apple Watch を使っていると、この画面でパスコードをポチポチするのがちょっと大変です。 Apple Watch は一度腕から外さない限りは再度ロックがかかることはなく、1日1回装着直後にパスコードを入力するだけなので、そこまで超不便というわけではないんですが、打ち間違えてイライラする機会が多い人や、初期設定の4桁ではなくもっと桁数の多い強固なパスコードを設定したい場合などはやっておきたい設定があります。それが iPhone の Face ID などによるロック解除と連動して Apple Watch のロックを解除するという方法、これをやっておくと Apple Watch を装着した後に iPhone のロックを解除すると、 Apple Watch から直接パスコードを入力しなくても Apple Watch のロックが解除されます。iPhone のウォッチアプリからパスコードを選択して iPhone でロックを解除をオンにしましょう。これで OK です。 Apple Watch を装着した後 iPhone を使うといつの間にか Apple Watch のロックも解除されています。 Apple Watch を装着してすぐに使うという場合はあまり便利に感じないかもしれませんが、装着直後にすぐに使う習慣が特にないっていう場合は Apple Watch にパスコードロックが存在していること自体を意識せずに使い続けられるので便利です。また入力の手間がないので5桁以上最大10桁まで設定できるんですが、複雑なパスコードを設定してもストレスなく使えるので、合わせてパスコードを複雑にしておくのもおすすめです。 iPhone との連動でロック解除は手軽にできるし、自分以外の誰かがロックを解除しようとしても難しい、よりセキュリティの高い運用ができるので、この設定も合わせてやっておきましょう。それからこれも一応やっておいた方がいいのが、マスクをしたまま iPhone の Face ID ロックを解除するための設定。コロナ禍で世界的にマスクの着用が常態化した際に搭載された機能で、今は屋外などマスクをつけないシチュエーションも増えてきましたが、僕は春夏秋と花粉症が出るのでコロナ前からマスクの民、今でもこの設定にはお世話になっています。 iPhone 単体でもマスクありフェイス ID っていうのが搭載されていますが、 Apple Watch でのロック解除の方がかなり制限が緩く、顔自体をしっかりと認識していないような位置でロック解除しようとしてもちゃんとサクッと解除されるのが便利です。設定方法は iPhone の設定アプリから、ウォッチアプリではなくて iPhone の設定アプリの方ですね。ここから Face ID とパスコードを選択します。下の方にスクロールすると Apple Watch でロック解除っていう項目があるので、 Apple Watch の名前の横でこの機能をオンにします。複数の Apple Watch をペアリングしている場合はそれぞれ個別に設定することができます。同じように Mac との連携も設定しておきましょう。できることは主に2つで、1つは Mac のロック解除、アプローチを装着している状態で Mac のスリープを解除すると自動的にログインしてくれるようになる設定です。タッチ ID に対応している MacBook や新しい iMac、Magic キーボードをお使いの方だとタッチ ID ですぐにロック解除できますが、外付けのキーボードを使うことが多い人の場合は Mac のログイン時にパスワード入力する必要があります。このロック解除が不要になるのが結構便利です。もう一つの連携が Mac で Apple Pay の決済をするときや管理者パスワードの入力が必要なリクエストの承認、これも連携する Apple Watch でサイドボタンダブルクリックで承認ができるようになります。例えばロックされているメモのロックを解除するとか地味に便利なんですよね。ちなみに古い Mac だと対応していなかったりもするので、対応している Mac であることは Apple の公式サイトでチェックしておきましょう。
セキュリティに関する機能なので、Mac と Apple Watch の両方で Wi-Fi と Bluetooth が有効になっていること、Mac と Apple Watch で同じ Apple ID で iCloud にサインインしていて、かつその Apple ID で2ファクター認証が有効になっていること、こういった条件を満たしておく必要がありますが、Apple メニューからシステム環境設定の順に選択し、Touch ID とパスコード、Mac のモデルによってはログインとパスワードになっていることもありますが、これを選択して、右側の Apple Watch セクションで Apple Watch の設定をオンにすれば OK です。Mac での支払いの認証に Apple Watch を使う場合は、Apple Watch の設定から Wallet と Apple Pay を選択して、Mac での支払いを許可、これもオンにしておきましょう。Mac をお使いなら、これもぜひやっておきたい設定ですね。はい、ここまで Apple Watch を買ったらやっておきたい設定をいくつか紹介しましたが、合わせて Apple Watch を買ったら覚えておきたいこともいくつか紹介しておきます。一つは Apple Watch のトラブルシューティング方法。今回の動画みたいにいろいろと設定を変更してカスタマイズできる Apple Watch ですが、たまにこの設定がうまく反映されないことがあります。 Siri を小音にしたのに声が出るとか、通知をオフにしたのに通知が来ちゃうとか、そういうちょっとした不調の時、だいたい Apple Watch を一度再起動すれば解消することが多いです。 iPhone も合わせて再起動すれば変な挙動の8割は解消するという感じ。今回いろいろと設定を変更してなんか変な動きをするようになったら、ぜひ一度再起動してみてください。 Apple Watch の再起動方法はサイドボタンを長押しして右上の電源マークをタップで、電源オフのスライダーを動かす。これで電源をオフにできます。電源オフになったらもう一度サイドボタンを長押しして、画面にリンゴマークが表示されたら OK。 あとは起動を待つだけです。設定系を大きく変更した後など、たまに怪しい動きになるので、そんな時は再起動、これもぜひ覚えておきましょう。 Apple Watch 自体の不調というより、アプリが固まった、アプリが暴走している場合、この場合はアプリをタスクキルしましょう。デジタルクラウンを2回クリックするとアプリの履歴が出てくるので、挙動がおかしいアプリを探してスワイプ、バツのアイコンをクリック、これで履歴から削除されると同時にバックグラウンドでも終了、タスクキルされます。アプリが不調な場合はこれで解決することが多いです。それから覚えておきたいモード設定、消音モードでの利用をお勧めしていますが、合わせて覚えておきたいのがシアターモード。常時表示のモデルでも腕を下ろすと画面が消えて、さらに腕を持ち上げても画面が点灯しなくなるモードです。画面を点灯するには画面をタッチするか、デジタルクラウンを回して少しずつ画面を明るくしていくことになります。名前の通りシアター、劇場や映画館で画面の明るさで周囲に迷惑をかけないための設定ですね。サイドボタンをクリックしてコントロールセンターからこの仮面のマークをクリックすると設定ができます。映画館やライブで前の人、横の人のアプローチが点灯していて邪魔だった、こういう意見を SNS でよく見かけるので、これはアプローチを使うものの必須のマナーとしてシアターモードを使えるようになっておきましょう。またアップルウォッチを便利に使う上で決めておいた方がいいのが充電をする場所と時間。アップルウォッチ充電持ちの悪さがデメリットとして挙げられやすいですが、確かに基本的に毎日充電が必要な時計です。毎日充電するのがめんどくさいということで使うのを躊躇したり、使っていたのに使うのをやめてしまったという人もいます。この根本的な対策としては、電池持ちを良くするようなあれこれ手を打つよりも毎日の充電ルーティンを作ってしまうのが一番楽だと個人的には思っています。睡眠ログを取るっていう人もいるので、睡眠中にも利用できるよう、充電はお風呂の時間に行うという人が多いように思いますが、例えばこのお風呂の時に忘れずアップルウォッチを充電できるように定位置として定まった充電場所を作っておくといいように思います。純正の充電器で充電するというのでももちろんいいですが、こういう充電ドックのような固定位置を作っておいて、お風呂に入る時にこのドックに置く、この行為ごと習慣化してしまうというイメージですね。こういう充電ステーションみたいなのがあると便利ではありますが、そこまでしなくても1000円から2000円くらいで純正の充電ケーブルを使ってドック化するようなスタンドもいろいろ売っています。こういうのを使って充電の固定位置を用意しておくと、毎日の充電がストレスなく自然に行えて、充電切れのストレスから解放されると思います。 Apple Watch を買ったら充電場所と充電時間のルーティン化、これもやっておきたいことの一つですね。スタンド以外にアップルウォッチを買ったら合わせて買っておきたいものもいくつかあるので、さらっとですが紹介しておきます。よく聞かれるのがケースと画面のフィルム、これはもちろん好みの面もあると思いますが、個人的には不要だと思っていて、僕は基本的には使っていません。ただこれ詳しくは以前のこちらの動画も参考にしてほしいんですが、 SE やシリーズ9などのアルミニウムモデル、
Apple Watch のアルミニウムモデルは画面がイオン X ガラスという素材で、これは強化ガラスではあるんですが、やや傷が入りやすいという特性があります。そういう意味ではアルミモデルの画面フィルムは検討してもいいと思います。Apple Watch の画面は平面ではなく湾曲しているので、綺麗に貼るのが難しかったり、貼った後も剥がれやすかったりと、フィルムを貼ったら貼ったでストレスがあるんですが、その中でも強いて言えばミマゾのこのフィルム、試しに使ってみていますが、これは割と綺麗に貼れるように思います。値段はちょっと高いんですが、予備も入っているし安心感もあるし、コスパは悪くないように思います。一方でどうせ剥がれるんだからと、安いもので消耗品として割り切っていくのもありだと思います。こちらの動画でレビューしていますが、今や Apple Watch のフィルムはダイソーでも買えるので、100円200円のフィルムで運用していくっていうのも一つの手ですね。安いものは綺麗に貼るためのガイドなんかもついていないので、むしろ上級者向けという面もありますが、これはこれで使い道はあると思います。ケースに関しては正直保護っていう意味ではあまり意味がなく、むしろ画面の使いやすさなどを損なうマイナス効果の方が多いように思います。見た目を変えるデコるようなケースはそれ自体が装着する目的になるので全然使っていいかなと思うんですが、本体を傷つけないようにする保護ケースはあまり必要ないかなと思います。 Apple Watch のデザインそれ自体を楽しむためにも、ケースはつけないで使うのが個人的にはおすすめですね。他にあった方がいいものはモバイルバッテリーやポータブル充電器類ですね。 Apple Watch は専用の充電器で充電する必要があるので、外出中に充電が切れた時、充電器の調達がちょっと大変なんですよね。 USB-C ケーブルやライトニングならコンビニでも買えますが、 Apple Watch の充電器は売ってる場所が家電量販店など一部に限られちゃいますからね。充電が必須な1泊以上の旅行となると、僕はモバイルバッテリーと一緒にこういうポータブルの充電ステーションを持ち歩いています。これはすでに廃盤になってしまっているようで今買えないんですけど、こういう充電グッズを旅行カバンに入れておくと便利です。今だとベルキンから出ているこういうモバイルバッテリーのように、大容量モバイルバッテリー自体に Apple Watch の充電器が組み込まれているものもあって、こういうのはあると便利です。また日々の仕事とかカフェ弁とか、そういう時 Mac などを持ち歩くような外出時にはポータブル充電器、こういうのは非常にコンパクトなので常に一つカバンに入れておくと役立ちます。ポータブル充電器にモバイルバッテリー機能が追加されている CIO のこういうのとか、カバンに一つ忍ばせておくと便利ですね。また USB-C になってリバース充電に対応した iPhone 15 シリーズをお使いなら、 iPhone に直接挿して充電ができるので、サテチやアンカーのこういう超コンパクトな充電器を常に持ち歩いていれば安心感あります。またこういうスマホリング型の充電器もあるので、外出時に iPhone にくっつけておいて緊急で Apple Watch を充電したい場合はこれを充電器にするという手もあります。この状態でリバース充電はできないんですが、例えば街中によくあるレンタル充電器を借りて iPhone と Apple Watch を同時充電みたいなこともできるので、こういうアイテムも便利です。このあたりの充電グッズ絶対に必要というわけではないですが、ライフスタイルやシーンに合わせて用意しておくと便利だと思います。あとはアップルウォッチを買ったら合わせて買っておきたいものは交換用のバンドですね。アップルウォッチを買った時についてきたバンドはもちろん大事に使っていただきつつ、気分や TPO に合わせて交換できるバンドがもう1本、もう2本、いくつかあるとアップルウォッチはもっと楽しくなります。アップル純正のバンドの最新版、素敵なバンドがたくさんありますし、アップル純正以外でもいいバンドはたくさんあります。アップルウォッチジャーナルのオリジナルブランド B&のバンドもぜひチェックしてほしいです。最後にアップルウォッチを買ったらやっておきたいこと、それはアップルウォッチジャーナルのチャンネル登録です。アップルウォッチに関することだけを発信しているチャンネルなので、きっとお役に立つと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、という感じでアップルウォッチ買ったらやっておきたいこと、設定、使い方、買っておいた方がいいものという観点でまとめてみました。ちょっと長めの動画になってしまいましたが、一番大切なのは最初に解説している通知の絞り込み。通知を厳選して大切なものだけが届くようにしつつ、届いた通知を見逃さないように通知に気づきやすくする設定、これはやっておくべきです。これをやっておかないと Apple Watch を使うことで余計に通知に縛られて集中できなくなったり、 iPhone でやった方が早いと不満を持ったりすることにつながります。逆にここをしっかり自分用に厳選してカスタマイズできれば、 Apple Watch の満足度はぐっと上がって本当に買ってよかったと思えるアイテムになるはずなので、ここはじっくり見て設定やってみてほしいです。それ以外の項目は人によってやや重要度には差が出てくるものもあると思いますが、 Apple Watch を使いこなす上で僕自身の経験上やっておいた方がいいという基本を押さえた設定にはなっていると思います。初めて Apple Watch を使う方は特に参考にしてみてください。
Apple Watch を買ったばかり、使い始めたばかりの人だと、いまいちピンとこない部分もあると思いますが、しばらく使っていくうちに、あれこれと気になるところが出てくると思います。そんな時にまた改めてこの動画を見直していただければ、モヤモヤの解決につながることもあると思います。ここまで動画を見て特に役に立たなかったなと思った方も、頭の片隅のどこかでこの動画のことを覚えておいていただいて、何かの機会に思い出していただけるとありがたいです。またこの動画ではこんなこと言ってたけど実際には設定いらないよとか、こういう設定した方がいいよっていうポイントも出てくると思います。そういったポイントこそが Apple Watch を自分専用にカスタマイズする重要なポイント、そういう箇所があることこそが肌身離さず身につける Apple Watch というパーソナルなデバイスの特性なので、あくまでこの動画の設定はベースということで、ここから派生して自分なりのカスタム設定ぜひ試してみてください。またそのカスタムの内容はこの動画を見ている他の方の参考になる点も多いと思うので、ぜひコメントでシェアしてもらえると嬉しいです。というわけで2023年版のアップローチを買ったら絶対にやっておきたいことのまとめ動画でした。ご視聴ありがとうございました。という感じでこのチャンネルではアップローチに関する様々な情報を分かりやすく説明しています。今回の動画が役に立った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。というわけで以上アップローチチャンネルでした。バイバーイ。